すべてのヴェーダと聖典の教えの真髄は万物に内在する一なるアートマと自分は同一であると感じるべしということである。瞑想の重要性も認識すべきです。瞑想は霊的進歩にとって絶対の助けとなるものです。行為の結果からの解放は瞑想を通して到達することができます。その解放は霊性修行者が内なる平安シャンティを得ることを可能にさせます。内なる平安の体験の甘美さは瞑想の家宝から引き出されます。現代人は平安を求めていながら暴力と慢心の危険な道を歩いています。心は安らかではなく、ハートはひどく乱れています。カルマはカルマによってのみ拭い取ることができます。ダイヤモンドは別のダイヤモンドによってのみカットすることができます。ダーラナの力、集中力と決断力は霊性修行者がハートからあらゆる悪を追い払って徳に座を明け渡すことを可能にさせます。ダーラナは瞑想へとつながります。言い換えるなら、集中は黙想と同化へとつながり、それらは順に瞑想へとつながります。